認知症の被害者。事件をきっかけに中込は何を思い、風間はどんな指導をするのか。風間公親、教場ゼロ。やたらと荒々しい新人刑事中込でしたが、幼少期に誘拐事件に巻き込まれた経験があったり、母親が認知症で家庭はギスギスしていたり、闇が深そうな人物でしたね。しかし、事件解決に向けては、風間の意見を聞いていたり、小山や谷本に協力を頼んだり、素直さはまだ残っていそうですし、推理小説が好きで、ずっと刑事に憧れていた部分もあり、そのまっすぐなところが今後磨かれたらいいなぁと思いました。次回は、そんな中込の心をえぐるような事件を捜査しなくてはならないようです。事件は住宅地の一軒家に住む二谷という女性が変死体で発見されたというもので、発見したのは22歳年下の夫でデザイナーの嗣秀とのことで、予告映像ではこの夫が妻はまだら認知症でして、と言っている様子があり、中込的には自分と重なるでしょうし、非常に辛い心情になるでしょうね。妻が亡くなったと思われる時間に、嗣秀は印刷会社に勤めている女性と食事をとりながら打ち合わせをしていたらしいのですが、この女性の話によると、彼はいつもと違ってコース料理を頼んでいたことや、妻が指輪をなくしてがっかりしているという話をしていたらしく、アリバイを作っていたということなのか、そして指輪のことが事件にどうつながっていくのか注目です。事件解決の鍵となりそうなのは、被害者である妻が電話を受けるたびに録音をしていたという音声データに何が残っているのかというところですね。この音声データが事件にとって、そして中込の心情にとっても大切なことがあるように推測します。予告で風間が中込に家族を殺したいと思ったことはあるかと聞いていたり、エンディングの映像では中込の母、フキが息子はどこですかと徘徊している様子があり、中込の気持ちがどう動いていくのかが一番の見どころとなりそうです。さらに早くもツイッター上を騒がせていたのは、ずっと目を覚まさなかった遠野がついに目を開けたような映像があったことで。しかしエンディングの映像では幸葉が遠野の容態がと言っている声があって、涙する幸葉の姿があったり、これは悲し涙なのか、それとも嬉し涙なのか、遠野の状態が気になりますね。一方で、千枚同士の犯人、戸崎は未だに捕まらず、さらには新たな事件を起こしていっているようで、戸崎と風間はどうなっていくのか、クライマックスに向けて、緊張は高まりそうですね。今回登場した中込の第一印象の悪さったらなかったですね。現場で喫煙、いちいち舌打ち、先輩刑事にいきなりキック。めんどくせえやつを余裕で通り越して、かなり危ないやつな振る舞いがすごくて、仕事がそんなに嫌なら辞めればいいのにとすら思ってしまいました。がしかし、幸葉の病院になんだかんだついてきてくれたり、家にはたくさんの推理小説があり、ずっと刑事になりたかったという思いを知ると、自己表現が不器用なだけかなぁとは思いました。とはいえ、認知症の母のお世話を妻に任せきりで、心身ともに苦しんでいる妻の
施設に入れたらという提案を否定するなんて、人の気持ちを考えられないところは残念な気持ちになってしまいました。それにしてもユキハが嘘泣きに仮病の腹痛までパフォーマンスして病院に行き、カプセル内視鏡のことにまで注目させたのは偶然なんですかね。結果、事件解決の重要な証拠となったのがカプセル内視鏡の映像だったので、おそらく偶然ではないでしょうが、だったらユキハの名推理なのか、風間がユキハに指示を出していたのか。いずれにしても、ユキハの存在のミステリアス感は増しましたし、今回のアイテム、起き上がりこぼしは、彼女なりの中込に対するエールなだけなのか何なのかも気になります。そして、最後のブロックの山が白くなっていたり、カメラがあったり、前回のリンゴは結局今回何かあったわけじゃないですし、いろいろ謎な部分が残っていますね。今回の犯人は悲しい動機がある人でしたが、なかなかに癖の強い方でした。初対面であそこまで刑事を馬鹿にできるのも凄すぎましたし、風間に対しても、あなたも闇を抱えているみたいと急に確信めいたことを捨て台詞として言っていたり、不思議な人だなぁと思いましたが、でもきっとそれだけの出来事がここに至るまでにあったんだろうなぁとも感じました。強盗に入られ、精神的に追い詰められ、亡くなってしまった恋人のために、たくさん勉強して、ありとあらゆることをやったとしても、罪人を裁くためのシステムには勝てず、絶望を感じ、最終手段を選んでしまうほど、精神は崩壊していたんだと思わずにはいられませんでしたね。あんなに犯行の練習を重ねていたのに、たまたま体内にあったカプセル内視鏡が刺した時に出てきてしまって、バッチリ犯行現場が映っていただなんて不運すぎましたが、あんなに綺麗に撮れるもんなんだなぁと思わず感心もしてしまいました。どんなに用意周到に行ったとしても、何が起こるかわからないということが身に染みましたし、風間の言った、犯罪の現場とはそういうものです、という言葉は、やけに重く心に残りました。そんな風間は、今回もしっかりと中込のことを調べていましたが、今までにないくらいの圧で、中込に欠点を指摘し、追い詰めていましたね。おそらくそうまでしてでも、中込の過去や感情を呼び起こし、向き合わせることが中込のためになると考えていたんですかね。そして、再び動き出している戸崎の存在が不気味なのと、もし遠野が目覚めた時に、戸崎にやられた時の恐怖や感覚が残っていても、刑事を続けられるのか、心配事はつきません。さらには早田も戸崎事件の捜査に加わり、風間はよくは思っていないようですが、これからどんな役割を担っていくのか気になります。風間と遠野が戸崎にやられた事件で、戸崎を目撃したであろう鳥羽が姿を消しているのも気になっていて、単純に事件に関わりたくないだけなのか。でも鳥羽はいずれ警察学校で、風間教場の生徒になる人物ということで、事件に関わりたくないっていうマインドは違う気もするので、戸崎とぶつかった後、何かあったのかなぁと、悶々としますね。おそらく、風間道場最後の生徒となるであろう中込が、どう変わっていくのか。そして、遠野は本当に目覚めるのか。次回放送が待ちきれませんね。では、
また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。